さあ今回のギュンボですね、3人揃って可愛らしいコスプレをしております。はい、可愛いですか？まあまあね。なんで豚鼻が出た今。あれ麻酔だよね。はい、うん。今回の劇場版名探偵コナンからくれないのラブレターは平次と和葉の恋愛模様にも注目が集まっています。ちなみにこちらは結婚スタイルマガジンが発表した憧れのプロポーズの言葉ランキング第1位はこちら、一生幸せにします、僕と結婚してください。あー、これやっぱり。あでも、ちなみにタカさんはどうやってプロポーズされたんですか？たけし軍団10周年記念家族旅行っていう番組があったのよ、うん、ハワイで、あの家族旅行なのに俺だけ家族がいなかったのよ。あ、家族旅行って企画。そう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 、その話をして、だから番組の企画があるから俺と結婚してくんないって。ちょっとやだ。OK もらった。そうですよね、そうですよね。そう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 、3人のニセコナンが憧れる理想のプロポーズとは、隣の人に一応相手になってもらって、シチュエーションを耳打ちして、その言葉を言ってもらうというシステムにして。まずは黒木コナンから。設定は付き合って2年ぐらいで、ここにテレビあったら私ぼーっとテレビ見てるんですよ。はいはいはい、番組は？番組？イッテQ。やばいよ。イッテQ。変です。そろそろ結婚しようか。え、今なんて言った？なんでもねえよ。え、なになに？はい。はい。これ。はい。プロポーズとかに限らず、後ろから牛自体がいいなっていう気はするんですけど。好きです。ポンポンは？ポンポンも好き。ポンポン牛。ああ最高。ポンポンは正面。ポンポンってしてからパパパッつってギュっていいのよ。なんで後ろ回ったんですか？後ろから。これだったらポンポン。知らねえよ。続いては諸国コナンが憧れる理想のプロポーズ。あー、今日も阪神勝ってよかったね。いや、今日の試合はよかったな。なあなあ、俺たち結婚しないか。今喜んで。いい感じでした。今の良かった。今のいい感じ。あ、本当？不意打ち系が好きなんですか？そうです、うん、だからこれも照れ隠しなんですよ。うんうんうん、向こうがね、わかる。はあ、ツンデレ感でしょ。あーい。あーい。ラストは中谷コナンが憧れる理想のプロポーズ。私がじゃあご飯を作っていると。はあ、ご飯を作ってて言われる一言。はい、刻んだ刻んだ。はい、あ、降りました。ナナ、どこどこ？あんこはあっち。取ってきました、これにハンコして。え、よいしょ。結婚しようっていう一言が欲しいなって思いました。はあ、そうか。55点。低い低い。こんなあんまり恋愛のシチュエーションが考えられない私たちよりも、どんどんキュンキュンする映画となっていると思います。平次と和葉がどういう風になるのか、ぜひお楽しみにしてください。